やあみんな、わしは鱗滝左近次じゃ。ついにわしも上限の差になったぞ。鱗滝さん、お久しぶりです。鬼化した禰豆子を元に戻そうとしていたら、いつの間にか俺も鬼になっておりました。鱗滝さんのおかげで私たち兄弟も鬼化して平和に暮らしております。鱗滝さん、お久しぶりです。また昔のようにさぎり山で俺たちに修行をつけてください。いやもう顔すぎるだろー。なぜ左近次が上下の3なんですか。左近次はもう柱を引退しており、鬼になっても戦力にならないじゃないですか。バカ野郎。鱗滝さんは元水柱だぞ。上下の3になればなんやかんやいろいろあって、もしかしたら戦力になるかもしれないだろう。いや三段が曖昧すぎるだろう。わしが上下の3になったのは他でもないヤカザ、お主を育てるためじゃ。わしの修行にお主は耐えられるかな。俺を育てるだと？面白い。どんな修行だろうと乗り越えてやろう。最近厳しい修行をしていなかったからな、逆に楽しみだぜ。ってわけで赤座の修行を始めます。まずは歌唱力の修行をアイドルである私がしてあげるわね。私がボイストレーニングをしてあげれば絶対に歌が上手くなるはずよ。次に私が壺を作る修行をしてあげましょう。芸術の力を磨いていただきます。私は厳しいですからね、頑張ってくださいよ赤座殿。そして俺のサイコロの修行だぜ。美味しいサイコロステーキが焼けるようになるまで俺が修行してやるからな。これで料理のレベルアップだぜ。いや何の修行だよ。歌に壺に料理って全然戦いに関係ねえじゃねえかよ。何が修行だよ、こんなのやってられるか。バカ野郎。なんでお前はやる前からそうやって意味がないと自分で決めつけるんだ。もしかしたら意味のある修行かもしれないだろうが、やる前から諦めてんじゃねえ。いやなんかそれっぽいこと言ってきた。赤座よ、よくこの修行が意味がないと見抜いたな。これは意味のある修行か意味のない修行かを見抜く修行だったのじゃ。お主に教えることはもうない。これで修行は終わりじゃ。よく頑張ったな。いやいつの間にか終わってた。